きです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。早い、安い、うまいっていう言葉がありますけども、僕は普段持ち運ぶ荷物には軽い、できる、上がる、この3つを求めています。そうなので、日々この荷物の中身っていうカバンの中身っていうのをブラッシュアップしているわけなんですけども、前回紹介したのが2月の終わりぐらいだったと思うんです。でそれから自粛期間に入って、また荷物の中身を見直してブラッシュアップしましたので、今回はそれを紹介していきたいと思います。アイテムをいろいろ探す時間があったら、もっと他に時間を使えばいいじゃないですかっていうツッコミが結構来てたことあるんですけど、僕の中でやっぱこの持ち物をなんかいかに自分の上がるもの、できるもの、軽いものにするかっていうのを考えるのが好きなんですよね。探したりするのが好きなんです。なので今回もパッションを持ってシェアしたいと思います。それではこだわりのアイテム一つ目、カバンの紹介なんですけども、こちらはエースさんから出ているガジェタブルバックパックと呼ばれるものです。カバンは1個しか持ちたくないんですよ。なんでかっていうと、2、3個あるとその移し替えた時にお財布を移し忘れちゃったりとか、大事なものを移し忘れちゃったりして、なんかあーっていう経験がいっぱいあったんです。なので1つだけ持ちたいと、1つだけでこなしたいっていうふうに思ってました。素材は革ではないんですけども、ビジネスシーンでも十分上品に使えるし、プライベートでもなんかそんなかっちりすぎない、ちょっとカジュアルな、ちょっとおしゃれな感じで使えるので、そう、このカバンはすごくいいです。であとはこの大きさなんですけど、僕13インチのパソコンを以上は持ち運びたくないんですね。15インチとか持ち運びたくないんです。なので13インチのパソコンがピッタリ入るぐらいの大きさにしてます。今ちょっとパソコンは持ち歩いてないんですけども、ただこの13インチのパソコンがピッタリ入るぐらいのサイズ、そうなのでめっちゃちっちゃいんです。でしかもそのあくまでもビジネスリュックなので、ポケットが多いです。すごく多いです。スマホはここに入れるとか、財布はここに入れるっていう、もう定位置だったり、その物の住所っていうのが決めやすいので、なんでこのビジネスリュックでもあり、コンパクトであり、プライベートでも使えるっていう、このエースさんのガジェタブルバッグっていうのがすごく今は気に入ってます。そう、ただちょっと欠点というか改善してほしいなっていう点を言わせてもらうと、この紐の部分がベローンってなっちゃうんですよ。今ちょっとこう折ってるというか結んでますけども、ここの部分がどうしてもベローンってなっちゃってみっともないので、これはちょっと改善していただけたらありがたいなっていうふうに思います。それでは早速カバンの中身を紹介していきたいと思います。最初ですね、外側にポケットがありまして、ここにはこちらが入っています。はい、これはですね、楽天モバイルですね、こちらの楽天ミニが入ってます。楽天アンリミテッドっていう広告見た方います？端末代が実質1円でゲットできて、データ通信がし放題、電話もかけ放題で0円、1年間ですね、1年間0円ということで、これを以上やってきてるっていう感じですね。こちらがもう Wi-Fi ルーター代わりとして、もうほとんどいじらないでこのカバンの中に入れておいて、で普段はこっちで作業するっていう感じですね。なのでこれはもうデザリング用、もうモバイルルーター代わりとして使っています。まあでも基本料とかデータも使い放題とか基本料ただなので、まあいいかなという感じで今使ってます。で詳しいレビューに関してはまたシェアさせてもらいますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、この一番前のポケットにはこちらの楽天モバイル、楽天ミニが入っています。はい、でここにもポケットがあるんですけども、こちらにはですね、この2つが入っています。1つが iPhone 11 Pro Max ですね、こちらが入っています。で、あともう1つはキーケースですね、はい、鍵が入っています。こんな感じで、ね、あんまりちょっとこう溝を見せちゃうといけないみたいなので、あんまり見せられないですけども、こんな感じでキーケースが入ってます。これを使う前っていうのは iPhone 7 を使ってたんです。ですごいちっちゃくて軽くてコンパクトで薄くて最高に好きだったんですけども、次のスマホに求めるのは文字入力が打ちやすい、あとは画面が大きくて動画編集しやすい、あとは今撮影しているカメラのサブ機になってほしいっていうのを求めてました。でいろいろな考えた時に、撮影した画像をパソコンにすぐ飛ばしたいっていうのがあったので、そうこの iPhone の11の Pro Max にしました。うん、で実際これ使
使ってみて最高ですね。まあ、ただ画面がでかすぎるのでついつい SNS の誘惑が来ちゃうっていうのがあるので家では触らないです。家では触らないようにしてカバン移動中も基本的にカバンの中に忍ばしておきます。本当に仕事で使ったり動画編集したりとかなんか連絡を打つときに使ってます。でこちらの、イルビゾンデっていうキーケース、これはですね僕が30の誕生日になった時に彼女がプレゼントしてくれたものです。そうなのでこれはこれから大切に育てていこうっていう感じですね。ということでこちらのスマホとキーケースはこちらのカバンに忍ばせてます。であとですねこちらにもポケットがあります。でここにはですねこちらを入れています。こちらはカードケースですね。メインチャンネルでもちょいちょい紹介していますしインスタでも紹介しているんですけども、こちらはもう買った瞬間から5年ぐらい使ってるんじゃないかぐらいちょっとクタッと感があるんですよ。味がもう最初からあるんですね。で、肌触りがすごく心地いいんです。欠点としては3枚しか入れませんよっていう人がいたらこれカードスポーンって抜けやすいので、なので3枚ぐらいしかカード使わないんですよっていう方にはあんまりおすすめはできないかなというのは思いますけども、カードが7枚以上ある方に関しては HMNY さんのカードケースっていうのがすごくおすすめです。カードケースはこちらのポケットに入ってます。こんな感じでやっぱビジネスバッグ、ビジネスリュックってその物のポジションだったり物の住所っていうのを決めやすいのでやっぱいいですよね。うん、であとこちらにも、ポケットがありまして、本当ちっちゃいのによくあの収納スペースがあってよく考えられてるんです。すごいおすすめです本当に。で、こちらにはですねこの財布が入ってます。どうしても現金じゃなきゃダメなんですっていうところはあります。まあ、特にあの市役所だったりとかそういったところはまだまだ現金だけですし、あと郵便局っていうところも現金じゃなきゃダメっていうところもありました。そうなのでまあそういったところで、支払いするために一応財布は持ってます。ただ、ほとんど開けないですね。1週間に1回ペースぐらいでしかもう使わないので別にこんなの大きくなくていいじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、ただ僕はこの財布に変えてからお金に困らなくなったので、そうなので験担ぎの意味でも僕はこの財布をこれからも大切に使っていきます。お財布の住所はここですということで、で続きましてこちらですね、ここパッカーンって開くんですけども、ですねこっちの部分に入れてます。具体的に何を入れてるのかっていうと、よいしょ、はい、まずこちらですね、 iWork さんから出ているモバイルバッテリーです。めちゃくちゃちっちゃいモバイルバッテリーです。この iPhone は電池持ちで言ったら1日半は余裕で持ちます。なので、まあ、ほとんど充電しなくてもいいんですけども、ただこれで撮影だったりとか編集をし始めるとみるみる減っていきます電池が。そうなのでこの iWork さんっていうものを挿せばコンパクトに使えると。おお、めちゃくちゃコンパクトなんですよ。ですし、この楽天ミニっていうやつは電池持ちがやっぱとにかく悪いです。半日経ったらもう電池が切れちゃうっていう状況なんですね。なのでこちらの iWork さんにこのアダプタータイプ C のアダプターをかませてこの楽天ミニを充電すると、はい、こんな感じでも使ってます。ということでこれがここにありまして、であとはですね、あ、こちらですね、これは普段撮影するために使っている一眼レフカメラに装着するための超小型マイクです。そう、これめちゃくちゃちっちゃいんです。外にいたとしてもこういうごついマイクをつけてさ、いい音でお届けしたいっていう気持ちはあるんですけども、ただそれするとかなり目立っちゃうんですよね。そう、恥ずかしいっていう、僕はあんまりこう目立したくないんで恥ずかしいっていう気持ちがあるんですよ。じゃあなんでこの YouTube やってんのって感じがするんですけども、そうで、まあ外を歩いてる時にはやっぱこういうちっちゃいマイクをつけておけば、まあまあそんな目立つこともないですし、うん、撮ってて、そう、存在を消せるんですよね。撮影者の存在を消せるっていうのがありますんで、そう、なので、これを、ちっちゃいやつを、まあ、常時、カバンの中に忍ばせておくっていうことをやってます。この奥に入れておきますと。で、あと、こっちにもう一つ、ちょっと見にくいと思うんですけど、ポケットがありまして、ここの奥ですね、ここにですね、はい、こちらを入れてます。やっぱこの AirPods Pro に変えてからノイズキャンセリング機能が便利すぎて、本当にこれ買ってよかったなって思ってます。完璧なノイズキャンセリングっていうのは存在しないので、そう、電車の中とかも快適に音楽の視聴ができてます。これは本当に買ってよかったなって
思います。で、あとは中身何にもありません。そうで、こちらのポケットも以上です。でですね、あとは、2段構造になってまして、もうこっち側にあるんですよね、ですね、こんな感じで、そうこっちも開くんです、ね、バッカーンって開くんですけども、こっちはこのノートとこのペンですね、こちらを入れています。今でもやってますけど、昔はずっとこのルーズリーフに、どこでも買えるボールペン、まあ、これもめっちゃジェットストリームっていうめちゃくちゃ書きやすいやつなんでお気に入りのボールペンなんですけども、こういったものを使って、まあ、メントレだったり頭の中を整理するってことをやってました。でもある時からですね、こういった、これモレスキンのノートで、あとこれ誕生日で買ってもらった万年筆なんですけども、これを使い始めたらですね、やっぱり気分が全然違うんですよ。明らかにこっちで書いた方がスペシャルな気持ちになります。こっちは頭の中をとにかくひたすら吐き出す、でもう見返すことがないやつはもうこういったルーズリーフで書いたりするんですけど、こういった何度も見返す情報だったり大切なお言葉みたいなですね、そういったものはこういったこうスペシャルなノートに、こうスペシャルな万年筆でスペシャルな気分で書くってことをやっています。でノートパソコンはもう今ちょっと13インチのやつは手放してしまったので、ここには入れてないですけども、これにてカバンの中身は以上ですね。ということで、これらが最近持ち運んでいるアイテムです。これを持って出かけたいっていう気持ちが強いんですよ。これ持って出かけたいとか、あと出かけた時にもそのお気に入りのアイテムに囲まれてるわけなんで、すごい気分がいいですね。やっぱり上がります。そう、軽い、できる、上がる、この3つを揃えられているので、そうなので僕にとってはすごくありがたいです。中身だったりとか持ち物をブラッシュアップしていくっていうのが僕の中ではすごい楽しいんで、そうこれからもちょっとずつなんかブラッシュアップしながら、皆さんにこれは役に立てそうだなと思ったらですね、また紹介をさせてください。はい、ということで、今回は、ジポックのですね、最近のまたちょっとブラッシュアップバージョンということで、僕の最近のカバンの中身ですね、普段持ち歩いているものを紹介させてもらいました。はい、ということで、今回の動画も以上です。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。